ガソリン入れました。はい合図の手、いつもよし、安かったな、うん、こんだけ走今日走っといてさ、1800円ずつだと安いでしょ。安いよ。いや、うん、もっと安く済ませれたけどね、こんな入ると思わなかったから一人、あれかもしんない、1200円ぐらいでいけるかもしんない。まあいいや、次回への投資だと思えば、まあうん、次回代わりあんまり入れないよっつっとくわ、親に僕は、うん、結構入れちゃったわって間違えて、はい、まあお世話になったからっていうことで、うん、まあ次回もどっちでも使わないことはないし、この車、ああその時に次回はとりあえず半分ぐらいしようかもしんねえっつって、今回もともと半分ちょい前ぐらいから6ぐらいやったから、メモリ数、ああそうね、10あるじゃん、6メモリぐらいやったから多めに4入れることになるから、ここから走るから1は減るだろうけど、まあね、うん、それにしても3多いから多分大丈夫だと思う、それ言えば、まあ、じゃあここ不動産地から近かったら、うん、ワンちゃん使って不動産いることに言わなかったな、あ、だから言ったの、あ、すげえ車が重い感覚がする、さっきまで軽い感覚がしたの、あ原付だとすごいんだよ、あのね、ガソリンない時はね、原付ちょっと持ち上げ、ウィーリーしたまま運べるんだけどね、ガソリン入れたまんまなんか、重いっすね、もう手で押すことも可能になってくる、マジか、急にガソリンって変わるから、あいつ重さが変動するから、ウィーリーできるかどうかで、ね、駐車場と駐輪場とか止めるときもね、ちょっとした角度調整が難しくなるからね、ウィーリーさせれなくなると。石破天皇の人生唯一の中が終わったし疲れたからいいや、あ考えるからね、あいつらは、うん、あいつら人生ゲームだと、もう絶対に石破勝つし、これブスミが来た時点でもう、ま、負けないブスミとかいうチートアイテムが、そんな稲垣の殺人アイテムとか必要じゃんしかも稲垣破綻してるしね、あの結婚生活が、さあ一気にさ、どのマス踏んでも失敗しないマス、最強の切り札、あの娘過労しますから、ね、ああそっか、娘がキルするマスが、そう娘 専用切るマスがある、一般の奥様方だったら、あの副業始めましたマスなのに、娘に関してはキルマス始まっちゃうから、で娘キルマスそんだけきついとさ、娘が強いってなるとさ、うん、キルマス結構ありそうだね、7ぐらいありそうだ、7マスぐらい、対戦相手が殺されるマスあるからね、うん、マジで、うん、やば、まあ、ほとんどそいつが破綻すんだけど、ああそしたらまずいな、4人ぐらいでやってると、うん、1人が犠牲になって、あの娘を倒すからその RPG 一人がもうほら刑務所になってもう1000万の借金を負うとかそのぐらいになるから、ああもうでも石丸くんだよね、だって子供9人もいんだもん4校の一角じゃんビッグマムビッグサルビッグサルビッグサルはやばい、ウーキャウーキャーって言ってるそいつはやべえな、いや、ブスミが肩栗役みたいになってさ、あ、そういう一応急にすげえ懸賞金10超えてくる一生生だからね、一人で、そう、一人で一生生で子供じゃないけど、どっちかっつうとビッグマム側だけど、って感じだろうな目に見えるもん、ブスミの血統を継いだ子供たちはイグ強いんで、みんな奥越えなんだけど、あの石村の血統を継いだった子たちはもう強くて3000万ミリすごい差が開くわ、その差が開いちゃう、
違いが。みんなね、あの物見の血統を持つ子たちは大体5、6億がざら、低くて3億ぐらい。石村血統の方だと最高3000万の一番下560万。ああやべえな、うん、違いがかという石村が30万ベリーぐらいかな。ああ石村頑張んなきゃ、石村の血統頑張んなきゃ。石村の血統の割にはね、まあ娘の血も引いてるから一応560万とか言う。ああ石村よりは高くなってる。間違いなく一つ言えんのはだよ、絶対娘人気投票上位にくる。だって今日だけでさ生まれてキャラなのにさキャラが濃すぎる。ついにさあれじゃないけど、だからさゆもみちゃんとさあのあそうゆもみちゃんとさエロ画像さんとさ並ぶさ三大女神としてさ絶対さなんかさそんなにキャラ濃くないとさきついって言ったじゃん。娘いけるよ、娘も最有力候補で、なんかどっかで娘の顔を俺が描くとか、うん、なんか出てくれば娘に確実。イラスト任せるのか。娘、うん、娘の場合ね、綺麗な娘とさ、もともとの娘両方描かなきゃっていうね。なんか、綺麗なアルビナみたいなさ。初期の娘、スピードフォームと、うん、ディフェンスフォームを作るだけ。病気っすか。いや、分かっちゃった。病気ですからさよ。ブスキシスブスキシスだよ。娘で押さえとけよお前。ブスキシスってもうなんだよ。キシスやめろ。キシスできる。娘でも正直かわいそうなのに。若田ブスミだからね。純子さん。涼子さん。涼子さん。三井涼子さん。三井涼子さん。また別人扱い。
落ちた細川とか中田修斗、中田修斗はいる、絶対いる。より考えるとさ、うん、娘さ一番最初にさ高校のクダイが出てきてさ、うん、島の彼女のクダイが出てきてさ、人生ゲームで出てくるっていうさ、今日のもう本当にさメインでしょ。最後の方さ、話してるさなんかさ、翼をください流れてたもんね。やばい。ジンギスカン。ジンギスカン。ジンギスカンは入らない。入らない。なんで俺入るかな。外れなって今ナチュラルにこの状況やめる怖いよ、さすがに
転ぐらいしてくれる、せめて。まっすぐだと思って。さすがに怖いから。チャリ感覚でやめてくれ。むしろチャリのができないわ、俺あんま。チャリはたまにやっちゃう。なんてね、これが操作可能なんだよ、ほら曲がるんだよ。